斉藤大吾くんです。おはようございます。もう寝起きでございます。こんなのいつぐったよ。1年前くらいです。マジで。ああ事故じゃなっちゃいました。さあ電車乗って電車乗って電車乗って電車だわ。今日はね新所沢駅にやってまいりました。はい、ね、今日は、はい、斉藤大吾くんのところにエースターロッサと、はい、あと48とか、はい、うちのワークスをねたたつけていただいてます、はい、その中で今回はテッサロッサをカスタムするアドバイスが欲しいと。なるほど。いうところでわざわざ電車に乗り継いで、はい、でもここからまあなんとかタクシーで10分、はい、そうですね、どんな車があるのか、はい、お楽しみに。じゃあようやくタクシー乗りましょうか。ここから約10分ね、はい、またね大悟くんところが混むんですわあそこの道が。なるほど。まあ、あの距離的には10分ぐらいなんですけど、はい、渋滞すると4時間があるという、はい、そういう究極のね。めっちゃかかりますね。これでいいかな。いいですか。場所はここですわ。あれ変わったね。狭くなったね。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとう。なんだか狭くなったなこの店。いつぶりぐらいですか。まあムルシェラゴ作ってくれた以来やな。なんか狭くなったな。なんかいろんな建物建ったじゃん。ここについてるやん。あーついてます、ね、色も焦っちゃってるやん。あーすごいですね。そうやろ。おーい、やっとるふりやね。やったんじゃない。はい、やっててないです。なんでやってないの。ローラー広かったやつがえらい狭なっちゃったじゃん。はい、斉藤大悟くんです。おはようございます。もう寝起きでございます。寝起きじゃない、寝起きじゃない寝起きじゃない寝起きじゃない。どれお前乗っとるの。これそうで、サロッサ何。あの、違うとこはね、これ行きましょう。で、アメリカでな、たまたま俺初めて来たことあった、はい、狭小で。狭小で。おまだその時はペイペイだわ。あ、カトセンスだ。初めましてみたいな。俺もそのドリフトのこと分からないし、斉藤大悟ですって言われた時に、斉藤大悟って誰って感じだったんだ。俺見てないからそういうドリフトとか、はい、で調べてみんなが、いや、あの子結構すごいっすよなって言って、で、なんかやりましょうよ、なんかやりましょうよって言って、はい、なんかやりましょうよって言われには、提案がないしお金も出てこないから、ほならうちはこれも提供するなって言って、ムルシェラゴを渡したと、はい、なあ、これ作ったの。これ D1 出したよ、お台場で。あれすごかったな、あの時の D1。 その時の映像見てみて、はい、大学の若い彼氏頃ってこと。小さい頃から憧れの車だったんで、でも乗れることはないだろうなと思ってたんだけど、まあ、乗れることになって、まあ、車も思ったように触っていいってことで、もうこれ以上のパフォーマンスがないものを見出してくれって言ったら、大悟は絶対一緒にやって頑張るって言ったから、じゃあ二人で頑張ろうって言って、寝起きです。
でもあれすごかったな。よかったですね、あの頃はピークじゃない。そうやろ、あの時ほんとすごかったよね、人も人もすごかったもん。あ、すごいな、D1 はと思って盛り上がり、盛り上がりすごかったな。それはあれからずっと行ってないんだ。はい、やめちゃったから。あ、うん、お金ばっか取られるもんって言われて、そこからもうサラダの上がったもんな。もうあの新潟のすごかったよな、あれ。あの時に大悟の運転見て、夜やぞ、見えんのやぞ。夜ですか。おで、蛍光灯なんかドリフトしてサイドで当てるっつって、はい、まあ見えんのやぞ、本当に。そこで俺、こいつすげえなっていうに、あ、ちょっと待ってな。今ではすごいぞ。モンスターのよう、はい、コラボレーションの動画、はい、どうぞ。車より狭くない？これ。ナビです。ちょっと見ようか。あ、どこまでなの？ちょっと違うとこ。あ、違うとこ？はい。ちょっと行きましょう。何台かあるから。あ、何台かあるの？めっちゃいいね。何個かめちゃくちゃ。家？家。大悟の？めちゃくちゃすげえじゃん。めちゃくちゃかっこいい。あつら。何が入ってるんだ。あれ？あれ三号門があった？めちゃくちゃすごいじゃん。こんなに見つかったよ。めっちゃ広い。1年前くらいですね。マジで？あ、これがディアブロ。めっちゃいいじゃん。いや、すごいですね。1、2、3、4。めちゃくちゃ車いいやん。何回あるの？めちゃくちゃ広い。あ、これです。これをお金がついた。なるほど。すごい。今ね、テスラさん高いんだわ。くっつけようかと思って、512と。切るにはまだ超ツヤツヤのピカピカなんですけど。大悟くん、もったいないはないもんね。これもやっちゃったのもんだ。誰もやるだろ、はい、これも作れるだろ、全部リバティをかけるドリフトマシンになるわけ。あと今360がもう少しで上がる。あ、360よ。本当にフェラーリが好きなんだ。フェラーリが好きそうに見えんだろ。フェラーリとリバティオが好きだ。ちょっともう一箇所行ってからにしましょうか。ある？はい。あ、これいいの？もう、これ斎藤大吾通りじゃないの、これ。もうすっげえ広いじゃん。これ何これ？遊び場です。うわ、すごい。これやばいじゃん。ここで4号発を連携やってね。この辺もちょっと入り口入れたり、この間2週間くらい前ですね、ここでこれとか入れた。安かったからじゃあもうわーっつってまとめていっぱい買ってトレーラーに。めちゃめちゃいいとこやんこれ。めちゃめちゃいいとこやなこれ。すごい。なんかイベントやってください。いや、ここめちゃくちゃいいやん。使ってたやつがもらってきて、うん、自分でやるよ。全部やな。コロナの間に暇な時にずっとやってたんで。あ、めちゃめちゃ繋げるところまではやったっすけど。めちゃくちゃいいじゃん。
ちゃいいやん。なんか鉄塔があるから安かったんですよ。鉄塔の下って規制が結構あるんで。ああ。アメリカンな感じですもんね。ここ見ると。いいよね。はい。ポーンとね。そうそう。さあ斉藤大吾くんね、458の LB ワークス。ちょっとどれとでもここでやってもらいましょう。特別に特別に仲いいんで全部やっていけるんで。改造したほやろ。ハンバーガーめちゃくちゃついてドライシャコがいっぱいしたんだ今。フロントだけ両方入れた。いやー盛りますお肉だらしい。見に来たのかな。じゃあ、とりあえず演技だけだろ。はい、ローに入れて、踏むだけ。ちょっと見本にしてよ。大吾選手のプロのドライビングテストを見て、ちょっと見て。敷地内だけね。踏めば結構上がりますね。あんまり上がるとエンジンいっちゃう。俺の前のあの、458エンジンブロー来たじゃん。沖縄で。ビビらしとかんと、本当に、バン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 、ドーンいった。で、ガスケット飛んで、ブロック割れた。オイルとは。これ怖いですね。458よくあるよ。なるほど。バン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 ドーンいった。今ちょっとビビったもんね。上がってない上がってない上げたね。上げるとスピンしちゃいますね。どうだ？いいね。最高だね。プロだね。よかったね、飲み出て。サカリ選んでいいかね。これ見たら、サカリできなくなっちゃった。すごい気分見えちゃった。ちょっとドリフトも見えちゃったし。ねえ、これ特殊でしょ？特殊です。ねえ。ああ腕がいいね、見てたら。腕がいいよ、もうプロやな。すごいや。世界の斉藤大吾。仕込みみたいなおじさんだよ。夢だ。そしたらさ、帰り、あの南京錠置いてあるから、はい、バチって鍵だけ。わかりました。はい、番号何番？番号ないやろ、ただのバチってロックの鍵だから。番号分かってたら開けれるんだ。出たら入ったらおじさんしちゃって。そういやあのおじさんって番号教えちゃったからって引っかかんなかったなくれて。簡単になもったでしょ。それぐらいそれぐらいいやいや、じゃあ気をつけてね。はい、いらっしゃい。なんで電気が入ってんだこれ。この中に。何が入っとる？あっち。何が入っとる？いや溶けた。嘘やろ。入っとるか。危ない。切るのも危なかったっすよ。なんか多分。ビビビ。何が入っとんの？
ここ？こんなとこに配線入っとる？普通入ってないっすよ。こんなとこ普通入っとらんやろ。入ってないっすよね。もうちょい下で切った方がいいんじゃない？でこれとりあえずフェンダーの線だから、あと切るのは加藤さん。バッテリーの線入って壊れたらブエーってなるじゃん。めちゃ危ないじゃん。まあここら辺でいい？切るの。折りそうな感じやぞ。この一本じゃない？フェンダー入っていっとるの。回す回す。スイッチ回す。オッケーオッケー。ついたついたついた。ライトではないぞ。ついた。オッケー。超ぶっといのいますけど。おお。何これ、何これ、危なくこれ切っちゃうところでしたよ。危なこれだ。こいつめっちゃしとるわ。なんとかセーブや。あ、ブスはいかんでよかったな。ブス行きましたよ。行った行った行った。最後まで入れてなんか煙い。この外でお願いしますね。外で。外外外。中じゃないの。じゃあ俺ここまでやるわ。ここやぞ。俺の車だったらいいけど、人の車なんか壊しちゃったら俺弁償しないといけないの。これね、噛んだのが危ねえんだよ。こう持ってかれちゃうわけだから。そう持ってかれないですよ。持ってかれる可能性もあるじゃん、年食うと。めちゃめちゃ骨いるっすね。は？骨？あのフレーム？あれ取っちゃうんすか？うん、もうこれぐらい切ってます、フレーム。そう。そう。そう。おほ？あら。ああフレームが切れてる。だけどそれぐらい切らんと大丈夫大丈夫取れないよこれ。あだって、はい、いいもう今日の時点で事故じゃなっちゃう。もともと事故じゃだと思うけどね。バッテリーが出てきた。さあ斉藤大吾くんのテスタロッサフェンダー、いやーもうこれね貴重ですよ。ここさん大吾さんこれリバティオークかける斉藤大吾先着1名様。これ切ったら2名様だね。これファットファイブレーシングさんに来てわざわざ自分のガレージからテサロッサ、うん、ね、今日あのフレーム切っちゃったんで事故車になっちゃいました。自分は暇な人だねこれ。これのせいではありません。これの完成をねまたね次の第2弾で見せていきたいと思います、はい、一緒になんかスーパーカー作りたいですね。やりたいですね、うん、まあ子供たちもみんな期待してますからね、はい、まあ、一緒にやりましょう、はい、まあ来年再来年交互期待で何か一台また用意しますんで、はい、大吾がね。よろしくお願いします。今日はねいろいろ時間の忙しい中ありがとうございました。ありがとうございます。では斉藤大吾チャンネル、あとインスタグラムのフォロワーよろしくお願いします。お願いします。はいよ。
Liberty Rock, Liberty Rock, Liberty Rock 通り過ぎた、行っちゃダメなんて島田オークミュージック、ね配信されておりますね、ぜひね、リバティオークソングね、皆さんに届けたい気持ちを私は歌詞にしてみました。ぜひね、ヘビーソングダウンロードしていただいて聴いてください。リバティーウォール、リバティーウォール、言っちゃダメ、言っちゃった。ありのままにウォール。